CBC テレビアナウンサーの石井亮次です。今回紹介するのはこんな知財です。ではあとは特許くんよろしく。改めまして特許くんです。今回紹介する知的財産はこちら、水没防止技術。この技術を開発し特許を取得し、それを開放しているのは日本の総合エレクトロニクスメーカーであり、 IT サービス提供企業として売上高日本一を誇る富士通さんです。専門分野ではない技術も開発している富士通さんなんですね。さて突然ですが皆さん、彼女と海のデートを楽しんでいて突然喧嘩になって海にスマホを捨てられて、大切なデータや思い出の写真やメールが海の藻くずになった経験、一度や二度終わりですよね。え？僕だけ？そんな時はいくら海水が透明なゴールドコーストの海だってもうスマホ見つけられませんよね。はあ、スマホが浮けばいいのに。でも水とスマホの比重の関係でそれは不可能だよなって、ああスマホを浮かせる何かを装着しておけばよかったって、その何かを、その技術を考えたのが富士通さんなんですよ。スマホに仮にその技術を使ってできたキーホルダーを装着していたとする。でスマホが海に落ちた。すると水圧で図のように隔壁が内側に押し込まれて針に接触し、水が混入し薬剤との反応でガスが発生します。そのガスが風船を膨らまし、あららららららら、水没して海の藻くずになる運命だった大切なデータや思い出が詰まったスマホが浮いてくるという、エレクトロニクスや IT のプロ富士通さんが、なんかある意味ちょっとアナログチックな、あ、いや失礼、本当に素晴らしい技術ですよ。きっと開発された方、彼女にスマホを投げられた経験があるんでしょうね。なんてそんなことはありません。重ね失礼しました。この水没防止技術、いろんなものに応用できるような気がしませんか？興味を持ったあなた、そしてあなたの家族や友人が勤めている会社がこの技術を知ったならば、なんだかすごい商品を発明しそうだと思ったあなた、こちらへお問い合わせください。ではまた。特許くんでした。